西川光夫特攻十三回期記,記念碑。立川港は丸川港とも言われ、江戸時代後期に武蔵区に川崎宿堀の内村の西川家門によって開かれた富士港威力派の一派である。西川光夫王徳行の破壊した立川港の創立者で大選抜の西川家門は富士港の行名を万王徳行と言い、立川港の強戦を川崎から横浜の郊外、さらに、 東京の都心へと拡大している。墓所は川崎区の一行寺で、天保4年に墓したことが刻まれている。また、万、王徳行の墓石は、富士の一穴にもある。一穴に、富士港村上派を中心とした数多くの富士港が、墓石や登山記念碑を混流している。これへに習い、立川港が混流したものである。富士の一穴は、酵素各行、 富士仏が修行し、入弱したと伝えられ、多くの富士高信徒が訪れた。この人穴を管理していた赤池全財門家に伝存していた時代名最長によると、天保六年に墓石が混流されたことと墓石の混流は、立川港が毎年富士登山の時に宿望としていた富士山北口の孔子小沢島東峠東を通して行われたことが記されている。ん 大徳行の没後は、この西川伊三郎が立川公の二代目を継承するが、嘉永二年に没し、三代目を継いだのは二代目、西川家門である。この西川家門は、元の名を、堀内洋力といい、立川公三代目として、西川家の養子となり西川家門を襲名した。天保二年に越し、小沢党当美の仲介により、白化神道を受け継ぐ白川家に入門し、 天保十二年には、道家から立江干し、布裁服の居城を得ている。 白川家入門後、堀の内山王社境内の浅間神社を立川港の日常活動の拠点とし、宗教活動を行った。慶応元年には、稲毛神社の境内に、西川光郎徳行の33回忌を記念して、この二代目、西川伊三郎と石碑を混流している。富士港の行名は、名産特攻といい、名産特攻が先月をしていた頃が、川崎宿。 立川公の最盛期であったが、幕府が待ちぶれを持って、富士公を禁止したこともあり、必ずしも平坦なものではなかった。幕府による禁止令は、主に俗の身分の者が、病気兵有の家事等を行っていることを禁じるもので、あったため、白川家門人となることで得られる神職の資格は、俗の身分でないことを証明するという役割も果たした。 川崎区稲毛神社境内の浅間神社横浜市泉区おかつ町の藤塚光鶴王徳行きの33回忌を記念して稲毛神社境内の浅間神社付近に建立された石碑の大座部には総道校と掘り30以上の町村の立川校指導者の名を刻んでいる。このことから川崎市区立川校が当時多くの枝工を応用していたことが伺える。 川崎塾周辺の藤塚で立川元港や、その枝港が築造、または支援したものは、下記の通りである。横浜市泉区岡津町の藤塚は、関東大震災の時に、山が崩れ、石碑が散らばったが、村中の人々の力で復元したようである。後部や、前面の一部を失っているが、藤塚全体としては、現在もよく残っている。名産特攻が、 明治2年に没した後は、この2代目、西川伊三郎が立川港4代目を継承するが、この人物も創生している。王の三郎という先達もいたが、川崎塾が鉄道の開通によって宿場機能を失ったこともあり、明治中期には完全に立川港が消滅した。大田区の各所にあった枝港の一部は、不創橋に属したものもあったが、戦後の混乱で衰退していった。 また、横浜市港北区、不登町や川崎市幸い区小倉の枝港は、明治中期になると、横浜市鶴見区港が先を中心に、地元の鴨志田だ洋江門によって結成された本日港の参加に入り早い時期に消滅した。ありがとうございます。